ロベルトロペス・ウファルテは、モロッコフェズ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。スペイン代表。クラブ父親は、スペインのアンダルシア地方出身であり、母親は、スペインのカタルーニャ地方出身である。両親は仕事を求めて、モロッコに移住し、そこで、ロベルトロペス・ウファルテが生まれた。ウファルテは8歳の時に、スペインのギプスコア県ンイルンに移住している。 地元のレアルウニオンの下部組織に加入し、1974から75シーズンにトップチームデビューした。1975年には、ギップスコア県最大のクラブであるレアルソシエダに移籍し、1975から76シーズンにプリメーラディビションデビューした。アスレティックビルバオとのバスクダービーを初体験したのは、まだ17歳だった1975年11月30日で、 ある。1980から81シーズンと1981から82シーズンにはリーグ戦で2連覇しているが、この2シーズンで63試合に出場して16得点を記録した。1983年にはスーペルコパでエスパーニャで優勝した。1986から87シーズンにはリーグ戦で33試合に出場して10得点し、 コパデルレイでは優勝した。レアルソシエダでは公式戦、通算474試合に出場して129得点を上げた。1987年にはアトレティコ・マドリードに移籍した。1987から88シーズンには27試合に出場して8得点を上げ、リーグ戦で3位となった。三十歳だった百八十八年にはレアルベティスに移籍したが、 膝の負傷に苦しみ、またクラブも1988から89、シーズン終了後にセグン、西軍ダディビシオン降格が決定したため、1989年に、現役引退した。スペイン代表1977年9月21日、スイス代表との親善試合で、スペイン代表デビューし、この試合で代表初得点も記録した。1981年10月14日の、 ルクセンブルク代表戦では1試合に得点を達成している。1982年には母国開催の 1982FIFA ワールドカップに出場し、ホンチュラス代表戦で得点を挙げた。同大会の西ドイツ代表戦がスペイン代表での最終試合となった。スペイン代表としては15試合に出場して5得点した。代表での得点現役引退後にはいくつかのクラブで、 アシスタントコーチを務めた。デビュー元のレアル・ユニオンでは、フットボールディレクターを務めた。ありがとうございます。